の子の実験場です。山木さんの桟橋になります。こんな感じでサンプルが沈んでいます。水深約2メートルです。こんな感じで籠の中にこういうふうにネットに入ってサンプルが沈めてあります。もう一個の実験場の大場さんの桟橋にやってきました。ここは水深が約3メーターです。さっきの山木さんのサンプルに比べるとカゴへの付着が非常に少ないです。要はその底の堆積物ですね、山木さんのところはあって、こちらは少ないということですね。ですから分解の度合いも非常に異なっています。はい、これが大場さんに沈めてあったサンプルです。こっちの方が種類の異常であります。このサンプルの特徴は溶けてます。この分解性の違いについては今、大学といろいろ調べているところです。